皆さんはじめまして、いつみあいです。私は食べることが大好き。小さい頃から台所に立つおばあちゃんを見て真似してお料理を手伝っていました。食べることは生きること。食材を選んで自分で作って一緒に勉強していきましょう。簡単安心安全ハッピー、ようこそあいちゃん食堂へ。オープンです。そしてこちらが私の大切な家族、ダルメシアンのポシェです。よろしくお願いします。それでは記念すべき最初のお料理は、日本人なら誰もが大好きな餃子です。大昔に中国で生まれて、日本ではどの家庭でも食べられている日本人が大好きなおかずです。材料はスーパーで売っている餃子の皮、ニラ、キャベツ、豚ひき肉、そして生姜とニンニクです。まずはフードプロセッサーにざく切りにしたキャベツとニラを入れていきます。私は野菜が大好きだから、お肉よりもいっぱい野菜を入れちゃいます。もちろん自分で切ってもいいんですよ。これを取り出して水気をしっかり取っていくんですが、その時に役立つのがこれ、シリコンでできたザルなんです。この中にこの野菜を移します。シリコン製でできてますからぐちゃぐちゃになるんですね。この水気があると餃子がかなり水っぽくなって美味しくなくなっちゃうんです。次は豚ひき肉にこの野菜を入れてよくこねていくわけですが、その時に登場するのが愛の便利調味料、こちらのすったニンニクと生姜をラップに包んで冷凍したもの、こちらを入れて、この絞った野菜も入れて、粘りが出るまでよく混ぜていきます。詳しくは段取り命編をクリックしてみてくださいね。もし豚肉がダメな人はお豆腐やエビを使っても美味しく出来上がります。具はこのぐらい粘りが出れば準備完了。次にこのジップロックの端にハサミを入れて穴を開けます。この中に具をなんと入れてしまうんですね。こうして絞り器のような状況を作るんです。餃子の皮をたくさん並べて、そこへこの絞り器でちょっちょっちょっ、すごく簡単なので、これだったら100個ぐらいあっという間に作れちゃいますよ。この具の入った皮の節に水をつけて、4つのひだを作りながら包んでいきます。簡単でしょ。このひだを作りながら包むのが難しいわという人は、皮の節に水をつけて、ペタン、具が出ないようにちゃんと蓋が閉まってればいいので、これでも大丈夫。簡単でしょ。これで餃子の完成です。あと焼くだけです。よく熱したフライパンに 30cc の油を敷いていきます。作った餃子をきれいに並べるように。これで餃子のお尻にこんがりときつね色の焼き目がつくまで焼いていただきます。このぐらいこんがり焼き目がつくまでしっかりと焼いてくださいね。次はカップ1杯のお水をそのままフライパンに入れていきます。しっかりと蓋をして4分間このように蒸し焼きにしていきます。余った餃子の具はラップに包んで明日も明後日も使えるように冷蔵保存しましょう。蒸し焼きにした後蓋を取ってしっかりと水分は取れるまで焼いていきます。あともう少しです。ジュージュー美味しそうな感じで焼けてきてますね。さあどんな出来上がりになってるでしょうか。一番緊張する場面、お皿でフライパンを蓋をしてこのまんまひっくり返していきます。重たいので気をつけて。こんな感じでできました。じゃーん、美味しそう。日本人が大好きなおかずです。それでは皆さんと一緒にご飯にしましょう。いただきます。
餃子をいただくときにはタレを作っていきます。お酢、お醤油、ラー油、これも皆さんのお好みの量で構いません。いただきます。おいしい。皆さんもぜひこの餃子作ってみてくださいね。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。